現在の主要なプレート15個日本列島周辺のプレートの模式図プレートテクトニクスはプレート理論ともいい1960年代後半以降に発展した地球科学の学説。地球の表面が渦に示したような何枚かの硬い岩盤で構成されておりこのプレートが互いに動くことで大陸移動などが引き起こされると説明される従来の大陸移動説 マントル対流雪、海洋帝拡大説などを基礎として、プレートという概念を用いることで、さらに体系化した理論で、地球科学において、一大転換をもたらした。地球の内部構造薄い地殻のもとに、上部マントルと下部マントルがあり、中心部の白っぽい部分は核。プレートは、地殻と上部マントルの最上部が一体となった、わいた地球内部の構造地球は、 半径約 6400km であるが、その内部構造を物質的に分類すると、外から順に、下記のようになる。深さ約5から 40km まで、地角深さ約 670km まで、上部マントル最上層、低速度層、繊維層深さ約 2900km まで、下部マントル、マイナスメソスフェア深さ約 5100km まで、外角中心。 内核近くとマントルは岩石で構成されており、核は金属質である。マントルを構成する岩石は地震波に対しては固体として振る舞うが、長い時間単位で見れば流動性を有する。その流動性は深さによって著しく変化し、上部マントルの最上部は硬くてほとんど流れず、約100から4 0 0キロメートルまでの間は比較的流動性がある。 地殻と上部マントル上端の硬い部分を合わせてリソスフェアと呼び、その下の流動性のある部分をアセノスフェアと呼んで分類する。この厚さ約1 0 0トルの硬いリソスフェアが地表を覆っているわけであるが、リソスフェアはいくつかのプレートという巨大な板に分かれている。地球表面が2種類のプレート群からなっていることは地球表面の高度や 震度の分布の割合にも現れている。地球表面は大陸と大陸方からなる高度1500メートル震度500メートルの部分と震度2000から6000メートルの海洋堤と呼ばれる部分が多く、その中間である震度500から2000メートルの海底は割合が少なくなっている。プレートは大きく見ると十数枚に分けることができ、それぞれ固有の方向へとしに、 数センチメートルの速さで動かされることになる。大型のプレートとしては、ユーラシア大陸主要部や西日本などを含むユーラシアプレート、北アメリカ大陸やグリーンランド、東日本などの北アメリカプレート、太平洋底の大部分を占める太平洋プレート、インドとオーストラリア大陸を乗せたインドオーストラリアプレート、アフリカ大陸を中心とするアフリカプレート、 南アメリカ大陸を乗せた南アメリカプレート、南極大陸と周辺海域を含む南極プレートがある。この他、アラビア半島のアラビアプレートや、アメリカカリフォルニア沖にあるファンデフカプレート、中米の太平洋側に存在するココスプレート、カリブ海のカリブプレート、ペルー沖のナスカプレート、フィリピン海を中心に、伊豆諸島、小笠原諸島、 伊豆半島付近まで伸びるフィリピン海プレート、南米大陸と南極海の間のスコシア海に広がるスコシアプレートなどのような小規模なプレートもいくつか存在する。プレートは大陸部分と海洋部分の双方を持っていることが多いが、大陸部分や海洋部分がそれぞれ大部分を占めているプレートも存在する。異なるプレートの海洋部分と大陸部分が衝突した場合、 主に過去岩からなる比重の軽い大陸部分が浮き上がり、主にゲ部岩からなる比重の重い海洋部分が沈み込むこととなる。プレートの起源は古く、少なくとも38億年前には、現在のようなプレートテクトニクスが存在していたと考えられている。プレートテクトニクスの進展に伴い各地に作り山体が成立し、これによって成立した。 小地海が衝突して徐々に拡大していき、やがて大陸規模の陸地が各地に出現した。プレートは海嶺で生まれ、ゆっくりとベルトコンベアのように動いて海溝へ沈み込む。大陸はプレートの動きに伴い離合集散を繰り返しており、しばしば地球上のすべての大陸が統合された超大陸が出現した。都像はウィルソンは、 この大陸の理合集算がおよそ3億年ごとに一つのサイクルをなしていることを提唱し、これはウィルソンサイクルと呼ばれるようになった。プレートが動く原因には、プレートが自らの重みで海溝に沈み込む説と、下のマントルの動きに合わせて、プレートも動いていくという説の二つの説が存在する。従来は前者の説が有力説であったが、2014年に、 日本の海洋研究開発機構の調査によって、北海道南東沖でマントルの動きに伴って、近くの動いた痕跡が発見され、校舎の説にも有力な根拠が生じた。プレートは新たに生まれることがあるほか、古いプレートは海溝の下に沈み込んで消滅することがある。一例として、かつて北西太平洋に存在したイザナギプレートは、 約2500万年前に消滅している。プレート内部、特にマントルの部分をそのまま観察することは不可能であるが、かつての海洋プレートの残骸であるオフィオライトは世界各地に存在しており、ここから観察をすることが可能である。中でもオマーン北部のハジャル山地には世界最大のオフィオライト層が広がっており、盛んに調査が行われている。 プレートテクトニクスは地球内部の温度低下によっていずれ確実に終了するとされているもののその時期については様々な説が存在するプレートの境界プレートはその下にあるアセノスフェアの動きに乗って各々固有な運動を行っているアセノスフェアを含むマントルは定常的に対流しており一定の場所で上昇移動進行しているプレートは その動きに乗って移動しているが、プレート境界部では、作り山運動、火山、断層、地震等の種々の地殻変動が発生している。プレートテクトニクスは、これらの現象に明確な説明を与えた。対極的なプレートの運動は、すべて簡単な球面上の幾何学によって表される。また、局地的なプレート運動は、平面上の幾何学でも、十分に説明し得る。 三つのプレートが集合する点は、それらを形成するプレート境界の種類によって16種類に分類されるが、いずれも初等幾科学で、その安定性や移動速度、方向を完全に記述することができる。一般に、プレートの運動は、隣接する二プレート間での相対運動でしか表されない。しかし、隣接するプレートの相対運動を次々と求めることで、 地球上の任意の2プレート間の相対運動を記述することができる。近年では、純正の観測を応用した超長期線電波、干渉法と呼ばれる方法や、グローバル、ポジショニングシステムなどの、全地球衛星測位広報システムによって、プレートの絶対運動を直接観測することが可能となった。マントルの上昇部に相当し、上の冒頭図では、 太平洋東部や大西洋中央を南北に走る境界線に相当する。この境界部は毎年数センチメートルずつ東西に拡大している。開いた割れ目には地下から玄武岩質マグマが供給され新しく地殻が作られている。この部分は海洋底からかなり盛り上がっており海嶺と呼ばれている。海嶺の拡大速度はそれぞれ異なり、 拡大速度の遅い海嶺の中心部は深い警告をなしている。また、海嶺付近には、ジムニーと呼ばれる熱水の噴出口も多数見つかっている。発散型境界は、ほとんどが深海底に存在するが、稀に陸上にも存在するものもある。アイスランドは、大西洋中央海嶺が、海面上に姿を現した部分であり、活発な火山活動が起きている。 また、アフリカ東部にある、第一交代は中軸部の深い渓谷と周辺の鉱山の列からなっており、大西洋中央海嶺と地形が類似していて、ホットプルームによって、アフリカプレートが引き裂かれつつある部分と考えられている。沈み込み型、海洋大陸沈み込み型、海洋海洋衝突型収束型境界では、プレート同士が衝突し圧縮されるが、 衝突するプレートの特性によって起きる現象が異なる。ただしどちらの境界においても作り山運動が起き、作り山体を形成している。すれ違う境界同士の間では、明瞭な横ずれ断層が形成される。アメリカ西部のサンアンドレアス断層や、トルコの北アナトリア断層などが有名で、非常に活発に活動している。サンアンドレアス断層は大陸上にあるが、 一連の海霊の列の間で、個々の海霊と海霊をつなぐものが多数を占める。理論上は、2プレート間の相対運動軸を通る大円に直行し、海霊とも直行する。また、トランスフォーム型境界においても巨大な地震が発生しやすい。ゴンドワナ大陸と古生物の化石の分布の関係、シノグネーサスとリストロサウルスは三条期に分布した、陸星の単有類。 シノグネーサスは体長3メートルに達した。メザサウルスは淡水性の爬虫類。グロソプタリスはシダ類であり、南半球すべてで化石が見つかっていることから、南半球の大陸が一続きであったことを示唆する。以上の互いに補強し合う証拠から、現在の大陸が頭中のように結合して、ゴンドワナ大陸を形成していたという過程には妥当性がある。 中央海嶺と周囲の磁化された岩石の分布溶岩は、キュリー点を下回ると同時に磁化され、軸の方向が揃う。一方、地球の磁場が何度か逆転したことは、火山研究から生まれた、コ地磁気学により実証されている。中央海嶺周辺の岩石を調べると、海嶺と並行して、磁化の方向が現在と同じ部分、逆の部分が左右に、 同じパターンを成して並んでいる。以上の証拠から海洋帝が中央海嶺を中心に拡大したことが推論できる。1912年にドイツのアルフレート・ベーゲナーが提唱した大陸移動説はかつて地球上にはパンゲア大陸と呼ばれる一つの超大陸のみが存在し、これが中世代末より分離移動し、 現在のような大陸の分布になったとするものである。その証拠として、大西洋を挟んだ北アメリカ大陸、南アメリカ大陸とヨーロッパアフリカ大陸の海岸線が相似である上、両岸で発掘された古生物の化石も一致することなどから、元は一つの大陸であったとする仮説であった。それまで古生物学の通説は、古生代まで、 アフリカ大陸と南アメリカ大陸との間には狭い陸地が存在するとした陸橋説であったがこれをベーゲナーはアイソスタシー理論によって否定した古生物や地質、氷河分布などさまざまな証拠のあった大陸移動説であるが当時の人には大陸が動くこと自体が考えられないことでありさらにベーゲナーの大陸移動説では大陸が移動する原動力を 地球の時点による遠心力と潮積力に求め、その結果、赤道方向と正方へ動くものとしていたが、この説明には無理があったため激しい攻撃を受け、ベーゲナーが生存している間は注目される説ではなかった。一方、アレクサンダー・デュトアや、 アーサー・ホームズのように大陸移動説を支持する学者も少数ながら存在し、中でも1944年にアーサー・ホームズが発表したマントル大流説は大陸移動の原動力を地球内部の熱対流に求めることを可能とした。1950年代に入ると古地磁気学分野での研究が進展し、各大陸の岩石に残る古地磁気を比較することで、 地北移動の軌跡が導き出されたが、その軌跡は大陸ごとに異なっていた。しかし大陸が移動すると考えることで、合理的な説明が可能となり、ここに、大陸移動説は復活した。同時期、海洋帝の研究が進む中で、1961年から1962年にかけて、ハリー・ハモンド・ヘスや、ロバート・ディーツが海洋帝拡大説を唱え、海洋近くは、 海嶺で生み出され海口で消滅すると唱えた。海嶺周辺の地磁気の調査によって数万年ごとに発生する地磁気の逆転現象が海嶺の左右で全く対象に記録されていることは知られていたが、1963年にフレデリック・バインとドラモンド・マシューズによってテープレコーダーモデルとして理論化され、海霊を中心として地殻が新しく生産されている。 証拠とされた。さらに1965年には、都像ウィルソンによって、トランスフォーム断層の概念が提唱された。こうして、前提となる理論が出揃ったところで、地震の発生がほぼ海嶺や海溝、トランスフォーム断層に限られていることが発見され、さらに地震のほぼ起きない安定した部分を取り巻くように、地震発生地域が存在することが明らかとなった。 この安定岩盤は、プレートと呼ばれ、これがそれぞれ移動していることが発見されたことで、都像ウィルソンや、ダン・マッケンジー、ウィリアム・ジェイソン・モーガン、グザビエル・ピションといった複数の学者によって1968年に、プレートテクトニクス理論が完成した。プレートテクトニクスの概念は、西側諸国では速やかに普及し、1970年までには、概ね受け入れられ、 地学にパラダイムシフトを起こした一方で、東側諸国は、理論構築に大きく関わったのが、北米や西洋といった西側であったため、この理論を帝国主義的思想として受け止め、完全に受け入れられるのはソ連が崩壊する90年代まで、要した。日本では、1973年から、高校の地学の教科書で、プレートテクトニクスが導入されたことや、 同年のベストセラーである小松左京の日本沈没でプレートテクトニクスが用いられていることもあり一般社会に普及した。日本の地質学会ではマルクス主義思想が強かったことやソ連が推す地公者作りやマロンに傾倒していたことなども重なりセンメルベース反射状の反応を起こし学会で受け入れられるまでには一般社会で普及してから10年以上を要した。 岩石を主体とする地球型惑星や一部の衛星には内部が高熱となっているものが存在し火山が存在するものもあるがプレートテクトニクスの存在は確認されておらず現在判明している中では地球がプレートテクトニクスの存在する唯一の天体となっている例えば火星にはかつて火山活動が存在したもののプレート移動が起きなかったため火山が ホットスポット上から移動せず、噴出した溶岩が同じ場所に堆積し続けた。このため、火星のオリンポス山は、標高2 7キロメートルにも上る太陽系最大の火山となっているほか、他にもアルシア山やアスクレウス山、パボニス山といった巨大火山が点在する。金星にもプレートテクトニクスによって発生する地形上の特徴は見られず、 プレートテクトニクスは存在しないと考えられている。ありがとうございます。